やっぱりシンジくん気にしてますよねバトルソングのことえそんなことないよ <laughs> 負けは負けだしねいやさっき「大成功じゃないの僕にも一勝したした」って言ってはったじゃないですか言ったかなあうん、言ったかも、うん、本当に気にしてなかったら「うん、僕にも一勝した」じゃなく単に「優勝した」って言いますよね <laughs> あっこ <laughs> おいレオンお前ガチで 怖いぞメンタリストみたいだな <laughs> レオンくんあのそこまで言うとかえってさ <laughs> いやなんだこの冒頭でシンジ泣かす流れいやいや泣いてないからね <laughs> えー、再びこんばんはここからはラジオ「アメージング・レディオ・パフォーマーズ」からはみ出した文をお届けするアフタートークの時間です台本なしで引き続き僕シンジとレベルクロス・ダイヤレベルクロスレイジレオンたんの4人でお送りしますあそうだレオン ちょっとと確認したことあんだよはい、はい、何ですかあほらあったろ課題で PPAP 俺とお前であはいダイヤ君めっちゃ美味しかったですね猫、ね、耳 <laughs> レベルクロス的じゃないがあれはあれだいやうるせえレイジでその猫耳な PPAP と何も関係ねえじゃん、うん、おで気づいたわけだ確かレオン何回か前の放送で猫耳とか言ってたよなってピンポーン 僕の持ち込みです <laughs> 持ち込みなよくやったぞ、えー、舞台袖であのダイヤ君見た時、うん、本当に勝ってよかったってねえレイジ君神 <laughs> にひざまずいたそんなに <laughs> そしてシャーメしたふざけんな削除しろお前 <laughs> <laughs> 猫耳つけたら何でもおもろくなるんですって出落ちですよ <laughs> えじゃあ僕らは シンジレイジ・はどうだったあレイジシンジはどうだったごめんレイジ,シンジだよなレイジジっていうかもうその件はもう忘れてるはずだろうがめっちゃおもろかったですよ2人めちゃめちゃ息ぴったりやないですか完璧だったよなねえ なんか台本も二人のためにあるような感じで<ー>えっほんと、うん、結構練習したよねおいおいおいしてないしてない<あ>練習は一切してないぞどっち本番に決まってるだろ <laughs> にしちゃ余裕だったよなレイジあじゃあ漫才ごときレイジがこなせないわけないだろそこも欲しいんや欲しがりやなレイジくん <laughs> お前が言うな <laughs> でもよ、うん、漫才も PPAP もまあ猫、ね、耳もネオンには全く 全く罰ゲームになってねえだろうあ<ー>。どうよ、反省点じゃねえの、構成作家の。課題ね、課題。うんでもそっか、うん、不公平だね確かに。うん、おいレオン、お前が苦手なこと言ってみろ。お前の課題は次それだ。えー、苦手なことですか。なんだろう。なんかな。<座>あ、そしたらバラードは怖いですね。ラブバラードとか。 切ないやつそんなん歌わされると思ったらゾーッとしますねへえそういうの得意だと思ってた待て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 んお前それ嘘だろバレたか落語か <laughs> お後がよろしいようでまた来週